青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、人気の中心は2番車の小西です。その小西が早くも誘導と車間を切るような感じ、後ろを何度も振り返っています。さあそしてこの中で後ろから4番の林が上昇。さあ2番の小西はどうするか。林貴弘がまずは前を抑えに行って、ここで先頭4番の林に変わりました。前に踏みながら2番の小西は好位をキープして3番手となりました。あとは6番の北川が行って、あとは1番の田中は内に行きました。さあ短期勢がそれぞれ内外から仕掛けていくような感じ。ここで6番の北川は短期で一度先頭に変わる。そして今度は2番の小西が仕掛けていって、4番の林も2番手から縦に踏んでまいりましたか。さあここは林と小西、この両者の力比べで先行バトルとなってくるんでしょうか。7番の倉永中段に降りるような感じ。さあ先頭は4番の林です。2番手が3番の藤原、そして3番手内に6番の北川、そして3番手外並走は2番の小西。さあ小西は3番手外から縦に踏めるかどうか。後ろからしかも今のところほとんどありません。逃げる4番の林貴弘、2番手絶好牽制を見せて3番の藤原、そして内をついて7番の倉野、2番の小西厳しくなって4コーナー回ってくる。先頭は4番の林貴弘、番手から3番の藤原、藤原最後は突っ込んだか、さらにはその7番の倉野龍太郎か。